兄さん、どこ行くのこんな夜中に。仕事、ではないよね。今日は夜勤じゃなかったはず。友達と遊びにこんな夜中にもういい。バレバレの嘘つかないで。またあの女のところに行くの。そう。だったら、なおのこと行かせられない。 ダメ、無理。あの女がひどい目に遭うのは自業自得。だってそうでしょ兄さんを捨てて別の男を選んだんだから。そんな女が DV 受けてようが、兄さんには関係のないこと。見て見ぬふりすればいい。助けを求められたら助けに行く。お人よしがすぎるよ、兄さんは。私はあいつが兄さんにやった仕打ち、忘れてないから。 兄さんから金をせびり取って、ホストに貢ぎまくって、揚句の果てに浮気。私がいなかったら兄さん、飢え死にしてたまであるよ。ガス、電気、水道まで止められそうになって。そこまで追い詰められてなんであの女にこだわるのダメ。あんな奴のこと好きにならないで。あいつが兄さんを不幸にしたすべての元凶。あいつこそが諸悪の根源。 兄さんの人生を狂わせめちゃくちゃにした。私はもう兄さんが苦しむ姿を見たくない。兄さんがボロボロになって朽ちていく姿なんて見たくないんだよ。私は兄さんを助けたい。あの女の呪縛から解き放ちたい。あの奴のために兄さんが破滅することないよ。嫌だ。絶対生かせない。たとえ兄さんを傷つけることになったとしても、 兄さんを行かせるわけにはいかない。ごめん、兄さん。<laughs> <laughs> 兄さん。お腹、血がいっぱい出てる。ナイフ突き刺したら当然だよね。 救急箱を用意してある命に別条はないよ救急車も呼んでおくね念のためお待たせじきに助けが来る安心してねえ兄さん私ね兄さんのことが好き 妹としても、一性としても。兄さんはさ、昔から優しくて、面倒見が良くて、いつも私のことを気にかけてくれて。なのに、あの女に出会ったから兄さんは変わってしまった。あの女に言われるがままお金を渡し続けて、お金を出せなくなったら時には暴力まで振るわれて。私も、 兄さんがそんな状態にあるってことに気づかなかったその時は遠くにいたなんて理由にならないもっと早く気づくべきだったんだよ私と同居するようになってからも兄さんはあの女を求め続けた私に書かれてこそこそあの女と連絡を取り合ってたバカだよ兄さんはまた都合よく利用されることぐらい分かってるはずなのにそれでも好きになっちゃったんだよね あの女の女と自分の全てを捧げてもいいって思うくらいには狂ってるよ兄さんは狂ってる頭おかしいよけどそれ以上に私は狂ってるんだと思うだって今私すごく興奮してるから。 兄さんがこんなに危ない状態なのに、弱ってる兄さんを見てすごい嬉しくなってる。今の私、きっとすごくニヤついてるんだろうな。こんなに弱々しい兄さんは私が抱きしめてあげなきゃ。あの女の感触を忘れるぐらいには。愛してる、兄さんのこと。愛しくて愛しくてたまらない。 兄さんは私だけの兄さんなんだって。兄さんは他の誰でもない、私だけのものだから。ナイフ、少しずつ抜いてくね。一気に抜くと出血多量で死んじゃうかもしれないから。痛いけど我慢して、優しく抜いてあげる。 抜けた…あとは出血を抑えるだけ何言いたいことがあるなら言ってうん愛してるよ兄さんのこと分かるまで何度でも言ってあげる好き…好き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 ,好き,好き 兄さんのこと大好き。本気で愛してる。私の腕の中で弱っていく兄さん、かわいい。私がいなきゃ生きられない、そんな状態の兄さんが愛おしい。ねえ、兄さん。私頑張ったんだよ。兄さんのためにいっぱい。私に酔ってくる男は全員振った。兄さんの悪口を言う奴は全員破滅させた。兄さんを邪魔しそうな奴は全員遠ざけた。 兄さんに近しい女は全員排除してやった。あの女以外は。だからね、兄さんには褒めてほしいの、私のこと。ほら、早く私のこと褒めて。そう。ありがとう。やっぱり兄さんは優しい。兄さんにふさわしい女は、私しかいないよね。 ちゃんと証明してあげなきゃ唇笑うね<笑>兄さんの血の味がする美味しいそうだ救急車呼んでたんだった来るまで私とイチャイチャしてよ大丈夫 心配しないで。兄さんのこと絶対甘やかしてあげる。それこそ、トラトラになるくらいに。ね。ほら、私のことだけ見て。私のことだけ考えて。私は兄さんのことしか考えてないよ。だから兄さんも、私のこと好きになって。私、兄さんにいっぱい愛されたいから。 かなり流れたね。これであの女の感触もなくなったかな。あとはもっとぎゅーってして、私で完璧に上書きすればいい。愛してる。本当の本当に、愛してるから。大好きな兄さん、ずっと一緒にいようね。<laughs>